トゥルチャンネル。最近暑くないっすか？暑いっすよね。今年の夏も猛暑日が続いてしんどい日が続いてます。今日はそんな暑い日に起こりうる症状、熱中症ですね。熱中症になった場合、熱中症対策とかはよくあるんですけど、熱中症になった方を見かけた場合の応急処置について説明していきたいと思います。7月8月、まあ、9月の残暑もあり得るかな。この時期に、まあ、めまいだとか筋肉痛、倦怠感、体調不良ですね、そういう方を見かけた場合、基本的にはもう熱中症と思ってもらって大丈夫です。熱中症の対策なんですけど、こちらはフロイド、レスト、アイス、エマージェンシー、こちらの頭文字を取ってファイヤーで覚えてください。一つ目のフロイド、保液、輸液、まあ水分補給ですね。こちらを意識のある患者さんに対して行ってください。基本的にはスポーツドリンクで、今やったら熱中症予防に対する食塩の多く含まれたドリンクと売ってると思うので、そちらを摂取させてあげてください。で、一つ注意があるんですけど、意識障害のある患者さんに対しては無理に水分補給はしないでください。なぜかというと、誤嚥してしまって窒息する可能性があるから危険なのでやめてください。二つ目のアイス、患者さんの全身を霧吹きで吹きかけて、なおかつ扇風機で風を当てることによって体温を下げます。気化熱の応用ですね。あとはアイス飲んだとか氷枕で頭部を冷やすのも効果的で、三点クーリングと言われる脇、鼠径部などにアイスの置くのも効果的です。そして3つ目、安静、まあ、クーラーの効いた涼しい場所に移動したり、横に向けて安静を保ちましょう。横に向ける理由、重症の熱中症の場合、大きい音、まあ、吐いてしまう可能性があるんで、吐いてしまう、上を向いて吐いてしまうとそのまま誤嚥してしまって窒息する可能性があるので、横を向けて安静させてもらえたらと思います。そして4つ目、エマージェンシー、こちらは誰の目に見ても明らかな、呼吸状態、意識障害がある場合、すぐに救急車を呼んでください。そして救急車が来るまでの間にアイス飲んだったりだとか、横に向けたりして安静を保つようにしてもらえたらと思います。まあ今回の動画がね、役に立てばいいかなと僕は思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、お大事に。バイ。